眼科医の平松です。今日はおすすめの本として、なぜ一流は飲み物にこだわるのかっていう本についてお話ししようと思います。どういう本かっていうと、飲み物、水分、あとはアルコールとか、そういうものも含めた普段飲むものって、どういうものがいいのかとか、それについてお話ししようという、そういう本になりますね。どういうものがいいのかって、それって答えって一つなんじゃないのって思いがちですよね。だ例えば、ルイボスティーが最強です、ルイボスティーさえ飲んでれば OK ですっていうふうに思いがちですが、ちょっと人によって、ここは飲んだ方がいいよとか、これは避けといた方がいいよっていうのが、ある程度あるんですよ。さらにはあなたの目的によって水分っていうのは変わってくるんです。わかりやすく言うと、今から寝るぞって時にコーヒー飲んじゃダメじゃないですか。カフェインによって眠くならない、これだと十分な睡眠取れないですよね。一方で朝目を覚めようって時だったら、水飲むよりはコーヒーの方が目覚めは良くなりやすい、興奮作用は出やすいですよね。っていうように時間だったりとか状況によって取るべき水分とか変わってくるわけですよ。で、それって意外と教わってないですよね。例えば食事だと、3度食べましょうとか、何時間断食ダイエットとか、いろんなのありって、こういう理論でこうこうですよってあるのに、水分も毎日取る割に、あれ確かになんだか水飲んでけばいいんでしょとか、お茶飲んでけばいいんでしょぐらいで止まってることが多いと思うんです。そこでかなり一つ一つについて詳しくお話あるので、まずは目次で、全体像についてお話ししていただこうと思います。1個目が、普段のパフォーマンス、つまり生活の状態を良くする飲み方のルールっていうことについてお話してます。これは何なのかっていうと、水分が体の6割を作っているものですから、非常に重要ですよっていう、基礎的なお話から、喉が渇いたって思うのの感じてから飲んだら遅いよと。だからこそ感じる前に飲みましょう。具体的に言うと他の動画でも説明してますけども、4時間ぐらい、トイレに行きたいと思わなかったら、その時点で、水分は摂取した方がいいよっていうふうに思っていただければということですよね。あとは利尿作用、つまり水分の質、状態によっては逆に尿を出してしまうものがありますよとか、例えばカフェインとかね、コーヒーとか、そういうものを飲んでくると、おしっこは逆に出やすいっていうところがありますよと。さらには、飲み物の状態によって、カロリーになるもの、ならないものがあるって、当たり前って思う人は当たり前ですけれども、例えば、よくあるのは、お水で、カロリーなしのお水と似たような感じで、ちょっと桃味がして甘いやつとか、そういうの売ってたりするの分かりません？あれって一見、あれ普通の水のようなのに甘いなって思うんですけど、実際は水に加糖ブドウ液糖とか、いわゆるこう甘みの成分みたいのを足してみたりだとかしてて、意外とカロリーあったりするんですよ。透明な水っぽいからノーカロリーだと思いきや、意外とそうでないものが潜んでるんですね。なので、ちょっとそれは気をつけた方がいいですよとか、あとは今言った加糖ブドウ液糖みたいな糖の種類ですね。加糖とか諸糖とかブドウとか麦芽糖とかいろいろありますよね。それはどう違って、どういうものの方がいいのか、はたまた、どういう時がいいのかっていうようなこととか、あと人工甘味料とかね、そこら辺のお話とかもしてあって、さらには滋養競争、いわゆるこう、なんていうかな、元気になる系の飲み物とか、そっち系のお話があって、そして、パート2の方で、医学、栄養学的に正しい飲み方っていう感じで、こういう風に飲んだ方がいいですよとか、はたまた、酸の問題、つまり、酸性とかそういうものの酸があって、ちょっとそれは気をつけた方がいいよとか、あとは食事と一緒に飲む場合は、こういうものがいいですよとか、よく代表的なのがお茶としてありますけれども、お茶にもいろいろ種類あるじゃないですか。緑茶だったりとか、ウーロン茶だったりとか、麦茶、ほうじ茶とかってあるわけですね。特にほうじ茶、毎日飲むとどうなるかっていうようなね、動画もね、出しますんで、そこら方でも、ご紹介しているように、それぞれ全く別のようでいて、意外とちょっと似たようなところがあるんですよ。なので、ちょっとそこを気をつけてくださいと。あとは、意外と紅茶系の飲み物ってカロリー入ってるのありますよと。いわゆるこう、ストレートティー紅茶って書いてあるから、カロリーないだろうと思って飲んだら、ちょっと甘いと。これは実は、
まあ、さっきと同じ加糖ぶどう液糖みたいなのも入ってるので、まあ、ちょっと気をつけていただければなって。で、甘いものを普通の水代わりに飲んではいけない。まあ、これはね、普段の診察の中で、まあ、結構あるんですよ。つまり喉が渇いた時に、まあ、コーラを飲んでますとか、はたまた喉が渇いた時に、スポーツドリンクをいつも飲んでますとか、ってなるとカロリー過多になって、かつに糖尿とか、まあ、そういう状態に結構なりやすいんですよ。で、食べ物でカロリー取るのってまあまあきついんですよね。例えば300キロカロリー分のお米食べましょうっつったら、まあ、結構お腹いっぱいになってくるわけですよ。一方で300キロカロリー分の水分取りましょうって言ったら、意外とスルスル飲めてしまうので、カロリー気をつけていただいて、糖尿病でまあまあ悪くなりやすい人、私は食事気をつけてるのになんだか、血糖値が高い、血圧が高い、こんな人は意外と水分からカロリーを取ってしまってる人がいるので、よく気をつけていただければと思います。はたまたハーブティーのこととか、あとはビタミン C の話ですね。よくレモン5個分のビタミン C ってあるんですけど、あれには実は隠された表現とか、内容があるので、ちょっと気をつけてくださいみたいなのを、詳しく書いてあります。はたまた野菜ジュースですとか、いわゆるこう、フルーツジュース、果物ジュースっていうのも、それってどうなのとか、こういうところはちょっと気をつけなきゃいけないよねっていうところがあります。例えば濃縮果汁還元の 100% と普通の 100% ってちょっと同じようで違うんですよ。じゃあその違いは何なのとか、そういう内容って、意外ともう分かってるようで分かりにくいですよね。あとは最近流行っているお酢の飲み物ね、例えば黒酢のダイエットであるとか、リンゴ酢とか、リンゴ酢毎日飲むとどうなるかっていう動画も出してるので、ちょっと見ていただければと思いますが、お酢の飲み物っていうのもあるわけです。なので、そういうものを、どうやって飲んだらいいのかとかっていうのをお話があって、さらには、普段こういう時にはこういう飲み物がいいよ、例えば脳をリフレッシュさせたい時、脳をすっきりさせたいなっていう時はこういう飲み物がいいよとか、やる気出ないなっていう時の飲み物だとか、はたまた眠っちゃ困るよっていう時にはどういうものが飲むか、あれ、すっきりさせたいのと眠っちゃ困るの一緒なんじゃないのって思いきや、ちょっと微妙に違ったりするんですよ。はたまたイライラしてる、ストレス感じてるなとか、疲れたなっていう時にはどういうのがいいのとか、そういうのも書いてある。もちろん汗かいて、水分補給にはこういうものがいいですよとかっていうのがあったりします。つまりどういう状況によってどういう飲み物が好ましいですよっていうのが一般的に紹介されているって感じですね。そして、会議とか講演会、こんな感じでずっと話し続けている時におすすめの飲み物だったりするってことがあります。そして一応これが一般的な飲み物ですね。そしていわゆるこうお酒についても説明があります。お酒に関してはもちろんデメリットもたくさんあります。ですが、こういうふうに飲むと、まだいいんじゃないかとか、またお酒を飲むと、太るとかビールっ腹とかいろいろ言われていますけど、実際どうなのとか、こういうふうに気をつけた方がいいよとか、あと二日酔いの時は、こんなふうにするといいよとか、迎え酒って意味あるのとか、乳酸菌飲料はどうなのとか、こんな感じの内容が、一通り入っているって感じになります。なので、結構内容的には多くの水分のことがあって、今の話聞いただけでもなんかそれはわかるけどちょっとそっちはわからないなとか、そういうのありますよね。なので一通り知っていただけると、残念ながらこれさえ飲んだけばっちりですとか、一生これで OK ですとかというふうにはちょっと言い難いので、あなたに合った水分の選び方のためにも一通り読んでいただけるといいと思います。ということで今日はなぜ一流は飲み物にこだわるのかという本で、クロスメディアパブリッシングさんから1480円プラス税みたいな感じで売っている本になります。概要欄の本にいわゆるこう本のリンクとかも貼ってるので、ぜひぜひそっちも見ていただければと思います。今後ともこういう動画アップしていきますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録、ベルマークもお願いします。